ちょっとさ、記念に笑顔絵でも描いてもらおうよ。似顔絵だ。あ、いいね。で、行こうか。はい、行こう。ありがとうございました。いやー、僕似顔絵初めて描いてもらったんですけど、いやー、やっぱさすがですよね。特徴も捉えてて、やっぱり目はちょっと寄り目なんだなっていうのは自分でも改めて実感しました。顎の幅あるじゃないですか。名古屋の方が広いんですよ。顎が長くて、あと輪郭も僕ホームベース型なんですけど、エラを張ってるんですけど、直哉は張ってなくてちゃんとシャープなんですよ。これは僕の方だよね。すごいですね。いやー、なんかこんな思い出の品も書いていただいて、いや、最高なアルバムじゃないですかこれ。ありがとうございました。